ました。日々そういうのを書き出して意識して生活をするので、ついついこうなんとなく毎日が過ぎてしまうところをしっかりと意識をするだけでも、そうですね、自分の幸せと相手の幸せ、それが思いますかなと思います。楽しんでいただいて、私たちの憧れでずっといてほしいなというふうに